セクシー。いやこれね、ケンタロウさんも黄色いやつ持ってるからすごい、あの人すぐ分かる。だから私なんかビデオ見て、そのね、お尻出してエイリンに触って、タッチミー、もう行くと、もうケリーさんたちがそう、もうエイリンがキャーキャーで逃げてた。そう。だってね、お尻バー出して触って、なんだっけか、タッチミー、ドンビシャイ、大爆笑だよ、みんなでものすごかった。ケンタロウさんが、僕らが最初に酒蔵に行った時に、あの稲のね、稲町で船屋になってるから、いや、あそこの酒蔵もで、行った時に、まだこのパン、ふんどし見つけられなかったから、自前でこの100均のダイソーのピンクのパンツに、のれんを、この富士山ののれんをつけて、ふんどし風にして、3月にレオニーたちと行った時に、その、J、アメリカのやつに、の彼女に教えてもらって、そこの酒屋に行って、あ、ここの酒蔵使える、船屋だし、船屋って、ジョコさんのなんか上司の人も思ってるんですよ。そう、私の仲いい、上司の人、実家行くけど、ビルトインガレージのボートバージョン、稲町っていうね、多分なんかね、指定のですよね、クリスの指定の、びっくりするよ、海の中にあるんちゃうかぐらい。日本のベネチアと彼らは言っている船屋って言ってね、1階は船をしまう、まあ、漁師さんなんだけど、フィニッシュ、ありがとう。